くよです。葵だぜ。葵、聞いた。アベンジャーズシリーズの新作が2025年に2作連続で公開されるのよ。それは知らないが、アベンジャーズといえば制作費が高い映画ランキング上位2、3本も名を連ねる大作だな。制作費が高い映画ランキング、ちなみにトップはパイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの4作目命の泉で3億7900万ドルだな。ちなみに2022年8月の為替レートにて日本円に換算すると約502億4500万円だ。日本円で聞くと重みが増すわね。算出の仕方でも数字は違ってくるからな。でもこの映画、内容的には低評価でこの制作費は謎だって言われちゃってるみたいだぜ。大こけした映画もそうだけど、葵は苦笑いさせるようなことばかり知ってるわね。お褒めに預かり光栄ですな。ということで今回は莫大な制作費をかけて大こけした映画をランキング形式で紹介していくぜ。葵ちゃんの勝手にランキングです。まずは10位のゴースト・イン・ザ・シェルだ。2017年のアメリカの SF 映画だな。これって広角機動隊の実写版よね。さすがだな。白馬サムネ氏の漫画が原作で、1995年に劇場用アニメ映画、2002年にはテレビアニメが公開されてるぜ。パチンコやオンラインゲームにもなってるね。白馬サムネ氏の漫画が起源で作者の違う作品がいろいろ作られてて微妙に設定も異なってたりする。だが物語の完成度の高さから多くのファンがいるんだ。実写版も上映前の期待値はすごく高かったんじゃない？荒牧大輔役で登場するビートたけし氏も試写会で、実写版は原作コミックやアニメのファンから文句を言われがちだが、今回は実写版で最初に成功した例ではないかって言ってたんだぜ。たけしさんが出てるの？って受けたけど結構良かったよねー。21世紀の科学技術が飛躍的に高度化した日本では、マイクロマシン技術を使用した電脳化技術と、義手や義足にロボット技術を付加したサイボーグ技術が発展し普及していた。人間が電脳によってインターネットに直接アクセスできる時代になってるのよね。生身の人間と電脳化した人間、サイボーグ、アンドロイドが混在する社会で、様々な犯罪を事前に察知してその被害を最小限に抑えるのが公安級か通称広角機動隊ってわけだ。独特な世界観や作り込まれたストーリー、それと魅力的なキャラクターに惹かれるんだよねー。ところが成功例にはなれなかった。制作費1億1000万ドル。世界興行収入1億6000万ドル。損失は6000万ドルって言われてるぜ。ああ、ちょっと物足りない感じはしたかも。広角機動隊ファンは物足りなさを感じ、映画で初めて広角機動隊を見る人にとっては内容が難しくて、理解できなかったみたいだな。全米では週末3日間のオープニング成績が約1900万ドル。興行的に惨敗だったようだ。奥が深いから1回見ただけじゃわかんない部分の方が多いかな。特に日本人の主人公に白人を起用したのは失敗だとする声が公開前から飛び交っていた。キャスティングに関して話題にされたことが、デビューに強く影響を与えてしまったと。国内配給部門責任者のカイル・デイビーズ氏が言ってたぜ。スカーレット・ヨハンソンさんはもう二度と人種的に異なる役は演じない、って、ショックを受けててかわいそうだったわ。とっても良かったと思うもん。映画の本筋と関係ない部分で評価が下がったってことでもないと思うけどな。実際そもそも世界観をきちんと咀嚼して脚本か映像化できてたのか。擬態化が進んでる未来の世界の話だから見た目が白人だって良かったはずって声もあったぜ。アニメ版の再現レベルなんか素晴らしかったし、また見ようっと。9位に行こう。キング・オブ・エジプト2016年のアメリカの冒険アクション映画だな。冒険アクションものってワクワクするよね。キング・オブ・エジプトのキャッチフレーズは神の目を盗んでエジプトの王座を奪え。鍵を握るのは、奪われた恋人を救うため立ち上がった盗賊の青年だ。壮大なストーリーね。おなじみのギリシア神話じゃなくエジプト神話を題材にした神話のキャラクターやエピソードが楽しいんだ。必ずしもエジプト神話の世界観に沿ったものじゃないから楽に見ることができる。そこも楽しめるポイントだな。へぇ、ちょっと面白そう。でもこれも大こけしたのよね。ああ、制作費1億4000万ドル。世界興行収入1億5000万ドル。損失は8000万ドルって言われてるぜ。赤字ですねー。基本的にハリウッド作品において制作費の回収は、自国での興行収入でっていう目論みだからな。主人公キャラとして人気のあったブレントン・スウェイツ氏を主役にしてヒットを狙ってただけに痛かったな。吹き替えキャストもキスマイの玉森裕太さんや、長野芽衣さんとかで豪華キャスト揃いだったもんね。1億4000万ドルもの巨費を投じて作られたのに国内ヒットの最低ライン10億円超えどころか、5億円弱にとどまる興行収入で、一時はイギリスでの公開をキャンセルなんてニュースまで流れたんだ。
ちゃんと公開されてよかったわ。神々の変身バトルがめっちゃかっこいい、迫力やば。デザイン素敵すぎという称賛の声が日本では多かったんだけどな。エジプト神話が好きな人が見に行ったら消化不良かもね。映画の内容云々じゃなくて古代エジプトが舞台なのにキャストがほとんど白人ってのが、差別的だって理由で叩かれた感じになってたらしいな。作品のイメージとかもあるだろうし、その辺は難しい問題になってくるよね。8位に行くぜ。ジャックと天空の巨人は2013年アメリカのファンタジー冒険映画だ。これは知ってる。イギリスの童話ジャックと豆の木と、民話巨人退治のジャックをベースにしてるんだよね。ブライアン・シンガー監督が実際に俳優に演じさせて、デジタルの巨人を作り上げる複雑なプロセスに夢中になって再作開始が延期されたらしいな。時間をかけただけあってユーモラスで個性豊かな巨人たちの、ド派手なクライマックスの戦闘シーンが良かったわ。主演はニコラス・ホルトだ。ユアン・マクレガーなど豪華俳優陣が勢揃いだな。ユアン・マクレガーって2018年のプーと大人になった僕でクリストファー・ロビンを演じたのよね。プロモーションで初来日したから会いたかったのよねー。アクテタラプーとクリストファー・ロビン感動の再会、って一面を飾ってただろうな。誰がプーよ？ジャックと天空の巨人はジャックと豆の木を、ド派手なアクションファンタジー風に仕上げてあって、天空世界の映像美なんかも見どころだぜ。いい映画だと思うんだけどな。制作費1億9500万ドル、世界興行収入1億9700万ドル、損失は8600万ドルって言われてるぜ。興行収入はなんとか制作費に届くかどうかっていう程度で、商業的には失敗作になっちゃったな。大人向け本格ファンタジーなのか子供向けファミリーファンタジーなのか、中途半端になってるって声が多かったよね。どうせジャックと豆の木でしょ、と思ってみたらいい意味で裏切ってくれた。映像が素晴らしい。前半部分が長くてやや間延びかなり、でも後半の勢いと迫力で取り戻してくれた感じ。親子で楽しめた作品と高評価が多いぜ。見てても制作費かかってるだろうなーって思うもんね。日本語吹き替え声優も大炎上してたよな。主人公のニコラス・ホルトがウエンツ・エイジさんでイザベル姫はタイラー・エリさんでしょ。巨人はガレッジ・セールのゴリさんとスリムクラブの前田さん。あとは木原誠二さんと博多華丸さんに山里亮太さんか。賛否両論とはいえ吹き替えマジでひどいから怒りたい時におすすめ。吹き替えキャストがひどすぎて映画に集中できない。関西弁の棒読み巨人がひどいって芸人がやり玉に上がってたな。確かに吹き替えが想像と違いすぎると結構冷めちゃうよね。次は7位だな。ゴーストエージェント RIPD だ。グリーンランタンで主人公を演じたライアン・レイノルズが主演なのね。これは知らないみたいだな。ということは、RIPD っていう原作コミックも知らないか。ああ、あれね、うん、大丈夫。素直じゃないな。警察組織 RIPD は、あの世に存在する高いした警察官たちによる法執行機関だ。捜査中に謎の人物によって命を絶たれた警察官ニックは RIPD で、100年間勤務することと引き換えに自分の命を奪った犯人を探す力を与えられるんだ。面白そう。1800年代に活躍していた英雄ガンマンだったベテラン保安官ロイとコンビを組み捜査を開始。そして悪霊たちを黄泉の世界から下界に呼び戻し溢れさせるという。世界の滅亡を画策する企みを暴き世界を救うために立ち上がるんだぜ。あら、葵も好きそうねー。デビューにゴーストバスターズだメンインブラックだって声がある通り、ゴースト版メンインブラックと言われてるんだよな。トミー・リー・ジョーンズとウィル・スミスが主演したメンインブラックで演じた。秘密組織の二人が宇宙人じゃなくてゴーストを相手にゴーストバスターズしちゃうって感じ。でもこれとそれ足して2で割ったからって面白さが半減するわけじゃないぜ。メンインブラックとゴーストバスターズの魅力を合わせ持つ。最強のバディアクションムービーゴーストエージェント RIPD だ。面白いんだけどなんか知ってるって感じね。制作費1億3000万ドル。世界興行収入7800万ドル。損失は9100万ドルだそうだ。ライアン・レイノルズ不遇時代の赤字作品って言われてるぜ。演技派俳優ジェフ・ブリッジスとのダブル主演でしょう。もったいないな。制作費の使い方間違ってるとか言われてるし映画評価のロジャームーアは4つ星満点で1つ星半。ジョナ・ヘックス以来最低のコミック原作映画とまで言っちゃってるからな。ジョナ・ヘックス、ごめん、知らないかも。素直でよろしい。ジョナ・ヘックスは2010年のアメリカ映画で制作費4700万ドル。世界興行収入1000万ドルっていう興行的に大失敗した映画だ。それじゃあ海外ではあまり公開されてないかもね。よし、両方見ちゃうぞ。続いて6位に行くぜ。プルートナッシュだ。2002年にアメリカで公開され日本では2003年に公開になった SF 映画だ。
監督はトレマーズや眠れない夜はあなたとのロン・アンダーウッドさんよね。だな。彼は80年代末から90年代前半にかけて数々の名作を世に送り出したけど、プルートナッシュの王国以降はテレビ映画やドラマシリーズに活躍の場を移してるぜ。まさか劇映画界から干されちゃった。かもな。舞台は2087年リトルアメリカだ。やり手のクラブオーナー。プルートナッシュは謎の男たちに店を売れと要求される。それを拒否すると命を狙われ、人類の新たな植民地として繁栄を迎えている月を逃げ回ることになる。近未来の月面都市を舞台に繰り広げられる SF アクションコメディってとこね。演出面や作劇面でもそれなりに工夫が凝らされてたのにな。制作費1億ドル。世界興行収入710万ドル。損失は9600万ドル。でも世界興行収入から映画の制作費と発表があったものだけの宣伝費を差し引いた損失値は、1億1129万ドルとも言われてるんだ。え、桁違わない、710って言った、世界で。違わないぜ。全米興収だって440万ドルだからな。エディ・マーフィのギャラが高額で制作費が膨れ上がったって言われてるな。それでも彼が出ればヒット間違いなしって思ったんでしょうね。ところがエディ・マーフィは過去5作品で2億5000万ドルを損失してるそうだぜ。マジで？2009年にハリウッドリポーター誌にこの10年で最大の失敗作と言われてしまい、エディ・マーフィの出演料分すら稼げていないって噂もあるみたいだ。やばすぎだね。月を舞台にしたコメディタッチの SF 冒険活劇としては9大点。B 級は B 級だが思ってた2倍ぐらい面白かった。大失敗作として簡単に片付けてしまうのはもったいない作品ってコメントもあるにはある。ないに等しいって言ってる気がするけど。お、そんなうまい言い方身につけたか。最大級に痛いストーリーもインパクトが足りないから。ダラダラ感が出てしまった。キャスト陣の無駄遣い、ヘアメイクや衣装がいけてない。エディのギャグが全く笑えない、1億ドルはどこに？などたくさんの批判が寄せられているな。なるほどねー、そりゃ監督もテレビ映画やドラマシリーズに活躍の場を移すわけだ。5位に行こう。47浪人だ。2013年公開のアメリカのファンタジーアドベンチャー映画だな。忠臣蔵だけど赤星重七氏に、キアヌ・リーブス演じる怪っていうはぐれ者が加わるオリジナルストーリーなのよね。そうそう。出演者は真田広之さん、浅野忠信さん、柴崎コウさんや赤西仁さんなど実力派俳優がたくさん出ている。豪華メンバーね。豊かな土地を持つ赤穂の国は大石蔵之介を筆頭とする。侍の集団に守られていたが、吉良上野介と謎の女水木の策略により、尊敬する主君浅野匠の神の命と侍の身分を奪われてしまう。大石蔵之介は地下牢に軟禁されちゃうんだよね。ああ、牢人に身をやつした45人の侍たちと会も47人目の仲間として加えられ仇討ちに立ち上がるってわけだ。キアヌ・リーブスは3年も前から訓練して準備してたんですって。なのに縦シーンが少ないんだよな。監督が元祖忠臣蔵に寄せるために真田氏のアクションシーンをメインにしたからみたいだぜ。監督ってカール・リンチさんだよね。彼は BMW、ハイネケンなどの世界的企業 CM を手掛けていて長編映画の経験はなかったんだ。デビュー作だったんだ。だな。それで見事に大こけしてしまった。制作費1億7500万ドル。世界興行収入1億5100万ドル。損失は9800万ドル。一時、最悪では制作費とされる1億7500万ドルをまるまる損失する可能性があるって言われてたんだぜ。日本人俳優が出演したハリウッド作品にしては、どうしちゃったの？って感じだよね。キアヌのかっこいい縦シーンを見せた方が良かったんじゃない？それもあるかもな。他にも忠臣蔵の話がベースとなったストーリーではあるが、西洋ファンタジー色がかなり強い、衣装も何も日本じゃない。敵陣営があまりにも弱すぎるなど突っ込みどころは満載だ。日本っぽさが少なすぎるのね。そもそも監督に長編映画の経験がないにもかかわらずユニバーサルが、1億7000万ドルもの制作費を出すことに対してハリウッドレポーター氏が、大規模で、全くもって危険な行動だって言ってたんだ。そこね。カール・リンチ氏はお金をかけすぎて編集から外されてしまっていたって話もあるんだ。撮影期間も大幅に超過したみたいだしな。場面ごとに見どころがあるなって思ったのは CM での短い映像が得意だったってことなのかもね。でも続編が2022年にネットフリックスで配信されることが決まってるんだ。監督はディズニー実写版ムーランのチャン・グンソー役のロン・ユアン氏だ。設定や出演者も一新され、ユアン監督はこの続編をもってシリーズを構築し直したいって言ってるぜ。ほう、それは楽しみだわ。お次は4位のタイタン AE だ。2000年アメリカのアニメーション映画だ。これは知らないかも。
見た人は宇宙描写が素晴らしい、大人でも見応えがある作品に仕上がっている。映像、音楽、声優などすごく力を入れて作られてるって高評価だぜ。そうなの。アナスタシアのゲイリー・ゴールドマン氏とドン・ブルース氏が描く超大作 SF アニメだ。セルアニメと 3DCG 融合による体感映像を見ているようなライブ感覚が秀逸と言われてる。どんなあらすじなの？西暦3028年、エイリアンに地球を破壊され、奴隷として生きる人類。そんなある日、宇宙孤児のケールは、人類救済の鍵となる宇宙船タイタン号の秘密を知り、破壊された地球を再生するために箱舟的宇宙船タイタンを探しに旅立つんだ。面白そうじゃない？でも制作費9000万ドル、世界興行収入3675万ドル、損失は1億ドルとも言われてるんだ。え、高評価なんじゃないの？この作品実はフォックスアニメーションスタジオを倒産に追い込んだ作品と言われてるんだ。アニメの公開からわずか10日で倒産してるぜ。この作品には監督だけじゃなく映画界の名だたる人材が関わってるんだ。脚本はジョス・ウェドン氏やジョン・オーガスト氏。声優には、マット・デイモン氏やビル・プルマン氏などが名を連ねてる。それでも、どっちつかずの評価は避けられなかったってこと？評価からの評価も賛否は分かれ、支持率は 51%。興行収入も初週末3日間で9376845ドル、世界興行収入が3675万ドルで制作費に全く及ばないんじゃ仕方ないな。これは自分で見るしかないわね。3位行くぜ。シンドバッド7つの海の伝説は2003年のドリームワークス制作のアニメーション映画だ。古典アラビアンナイトに登場するシンドバッドと仲間たちの冒険を描いた作品だな。日本では劇場で予告編が流れたものの未公開になってるのよね。 DVD で見たわ。質的に悪いわけではない。でも同じく2003年公開のファインディングニモの後では、この手の王道系が古びて見えてしまった部分があるって言われてるようだな。ドリームワークスアニメーションってシュレック2やマダガスカル、カンフーパンダって人気シリーズ結構あるよね。1998年のアンツを皮切りに2021年7月までで41本の長編映画を公開してる。2022年10月7日に新作バッドガイズの日本語吹き替え版も公開されるぜ。待ち遠しいわ。そんなドリームワークスが沈没したと言わしめたのがシンドバッド7つの海の伝説なんだ。でもシンドバッドはブラッド・ピットよ。その他にも豪華スターが声優陣に名を連ねてるのに。制作費6000万ドル、世界興行収入8076万ドル、損失は1億2500万ドルだぜ。巨額すぎる損失だ。評価は悪くないのにマジ残念。もう一回 DVD 見よ。次は2位だな。モンスタートラックは2016年にアメリカで制作されたコメディ映画だ。これも日本では劇場未公開なのよね。高校生のトリップ・コーリーは母親から自立すべく廃品置き場でアルバイトを始める。廃品置き場の部品を使ってトラックを組み立てる途中、謎の生命体を発見。その生命体はトリップが組み立てていたトラックに住み着いてしまう。それがモンスタートラックね。でかいのに愛嬌があって可愛いモンスターと主人公の友情、さらにモンスターを狙う企業との派手な攻防。エンタメ性たっぷりの SF コメディの評判は決して悪くはなかったんだ。でもモンスターの映像面で制作費が膨らんじゃったんだな。子供と珍獣異生物との交流ものはファミリー映画の定番だよね。アクションも痛快で楽しかった。欲を言えばもっとコミカルにギャグをスピーディーに。少年じゃなく高校生っていうならストーリーが子供っぽいなど、結局楽しかったっていう感じなんだけどな。物語のベースは ET でカーズやらマッドマックスやらトランスフォーマーやら、過去の映画からのつまみ食いがぎっしりって感じよね。制作費1億2500万ドル、世界興行収入6449万ドル、損失は1億1500万ドルだ。制作費の半分ほどしか回収できなかったために2017年を代表する赤字映画とみなされてしまったぜ。これは厳しいわね。公開日が複数回にわたって変更され延期されていったにもかかわらず、バイバイマンとスリープレスナイトの2本と同じ週に公開され、公開第1週目の興行成績が1000万ドルにも及ばなかったんだ。その2本は興行収入どうなの？制作費を上回ってるぜ。このモンスタートラックはパラマウント映画にとって新たなシリーズの第1作となる予定だったが、その計画も白紙撤回になってるぜ。モンスターがもうちょっと子供向けならな。惜しい。ということで栄えある第1位は移動都市モータルエンジンだ。2018年公開の SF アクション冒険映画だな。日本では2019年3月に公開されてるぜ。フィリップ・リーブさんの小説移動都市の映画化だね。へえ、つくよが小説の方を知ってるのか、超意外だぜ。おばあちゃんがフィリップ・リーブさん好きなんだよねー。
アーサー王国に眠るでカーネギー賞を受賞した話とかよく聞かされたよ。マジでおばあちゃんかっこいいな。だから普通のおばあちゃんだって。フィリップ・リーブ氏の小説でロード・オブ・ザ・リングシリーズで知られる。ピーター・ジャクソン氏が制作、脚本とくれば大ヒット間違いなし、って思っちゃうよな。世界を60分で崩壊させた戦いから数百年、人々は荒廃した土地に資源を求め、都市を移動させながら生活していたってここだけで惹かれるよね。監督はクリスチャン・リバース氏だ。実は彼もこれが長編映画監督デビュー作なんだ。47浪人の監督さんも長編デビュー作だったわね。真面目に聞いてたようだな。主人公ヘスター役はアンナ・カレーニナなどに出演した。アイスランド出身の新鋭ヘラ・ヒルマーさんだ。彼女ハマってたわ。相方トム・ナッツワーシー役はロバート・シーハン氏だ。悪くはないよね。イケメンだし。ストーリーもいろいろ詰め込んじゃった感じがしてわかりづらいっていう声が目立ったんだ。ハウルの動く城と天空の城ラピュタ出てきたよね。出てこないぜ、世界観がよく似ていただけだ。面白い世界観と映像もすごいから高評価もすごく多かったんだ。ストーリーが散らかり気味なのが残念なのかな。制作費1億ドル。世界興行収入8363万ドル。損失は1億5000万ドルだ。2010年代を代表する赤字対策映画の一つになっちゃったな。なんでかな。原作のパワーをうまく実写映像に消化しきれずに失敗。って感じかな。ちょっと違ってたら収入は大きく違ってたかも。評価の一致した見解はこの映画は目を引く特殊効果にはこと欠かないが、この未来的なファンタジーを十分に映画的に燃焼させるには、廃屋な物語性の燃料が足りないってことだったぜ。賛否両論あるのは当然だけど大コケになっちゃって続編も白紙っていうのは残念すぎるよね。都市が移動するという発想、現代のテクノロジーがロストテクノロジーとして描かれている点など非常に面白い。スチームパンク的な映像世界はすごかったっていう声もあるんだぜ。マジでもったいない。ということで今回は莫大な制作費をかけて失敗しちゃった映画を10個紹介してきたがつくよどうだった。全部ヒットしてそうな作品だったから意外だったわ。映画系もっと知りたいな。よし、私もたくさん情報を集めて紹介していくぜ。青いのやる気が闇に向かってる気がする。ということで、ご視聴ありがとうございました。